歴史捏造、浪人業間で日本の学生を洗脳させるのは許せない。日本の学生に韓国独立記念館を訪問させる必要がある。前韓国大使、日本の右傾化に警戒感示す。韓国の新学ス前駐日大使は14日午後、ソウル市内の関西大中国問題研究所で講演し、国際社会と連携して日本の右傾化に対応することが重要との認識を示した。新氏は、安倍晋三政府が右傾化の動きを続ける限り両国間で解決策は見出せないとした上で、右傾化した日本を批判する米国や欧州の動きが日本に影響を与えるだろうと述べた。また歴史問題と別の外交的問題は分離して対応することが国益につながると思うと指摘した。新氏は両国の合作ドラマの制作や日本の学生などの韓国独立記念館訪問などを進める必要があるとして、反韓論や嫌韓論が高まらないよう韓日関係を適度に調整しながら歴史を直視するようにしなければならないと強調した。Thank you.